こんにちは。このチャンネルでは、マッサージ の, ボディセルフケアやストレッチ、あと動きを良くするためのエクササイズなどを配信していますが、今日から姿勢分析をやっていこうと思います。姿勢を分析することで何が見えてくるかというと、まあ単純に本当その人の姿勢の状態、左右のバランスなどが見えてくるのと、今回この姿勢分析ではスポーツ選手を中心にやっていこうと思うんですが、スポーツ選手のその動きの特徴であったりとか、癖などが見えてきたりすることもあります。柔道のやわらちゃんと呼ばれた、田村亮子選手なんかは試合前に相手の姿勢など歩き方を見ることで相手のかかりやすそうな技っていうのを事前に把握していたそうです。なのでスポーツ選手の姿勢を知ることで、その選手の得意な動きであったり苦手な動きであったりとか、そういったところも見えてくると思います。であとその選手の姿勢とかボディバランスをしておくと、見るときに調子が悪そうだ良さそうだっていうのも見えてくる可能性があります。で今回はもともと自分がボクシング出身ということもあって、ボクサーからこう始めていこうかなと思って、今乗りに乗っている井上尚弥選手の姿勢を見ていこうと思います。で姿勢を見るときに、本当は前から見て右側面、左側面、後ろなどを見ていくと、しっかりと、体の傾きとか前後のバランスで、あと回線ねじれなどが分かってくるんですが、直接取らせてもらってるわけではないので、正面からしかなかったりとか、いい角度の横の映像がなかったりとかするとしっかりとは分からないですが、一部からでも見れるところを見ていってみようと思います。で井上尚弥選手は、ちょっと正面からの写真しかいいのはなかったので、正面からのみ見るようになると思うんですが、それでも見ていこうと思います。それではアプリを使って姿勢をチェックしていきたいと思います。見るポイントはまず左右の目の位置で、鼻の下で、肩の頂点の首の付け根で、もう一方の肩ですね、で脇のところ、今度は腰骨のあたり、で足首の真ん中、ここにポイントをつけていくと背の選手のバランスが分かります。もうパッとこう割とセンターに取れた中心に立ってる選手っていうのは姿勢だというのはすごくよく分かりますね。次横向きに行こうと思うんですが、横向きがですねいいのがなかったので、ちょっといい感じにはできないんですが、ちょっと斜めから見た感じですが、大体このラインには揃うと思います。で少し顔が前に出てる傾向はありますが、まあボクサーの特性ではあるかなと思います。で正確に見ていくと、正面から見た場合、ね、頭は 0.8 センチ左に移動して頭はそんなに傾いてないと、で肩が 0.6 センチ右にずれ 2.3 度右に傾いています。で胸郭胸周りは 0.7 センチずれており、骨盤、まあ、股関節周りは 1.1 センチ右にずれで腰は傾いていませんという測定結果が出ております。で今右に少し3トータルでいくと 3.13 センチ
で傾きは 2.3 度ありますが、なんかこの辺りは、オーソドックススタイル、左が前、右が後ろという構えになっている以上、ある程度傾きねじれが生じるのはしょうがないかなと思います。でむしろそっちそうなってないと、うまく動けないっていうところがあるので、これは適度にいい傾き、ボクサーとしてはいい傾きなんじゃないかなと思います。で横から見たときは、こう 9.3 センチ出ているというので、まあ、そんなにこう頭の重さが極端に首にかかるというようなことがない程度の前に出た状態ではないだろうかというところで、あと横の測定はそんなにこうちょっともう画像が良くないので、いい判定が出ないので参考にはなりませんが、少し首が前に顔が前に出てるかなっていうぐらいで、バランスはすごくいいです。顔が前に出すぎると覗き込むようになってしまうので視野が狭くなる。そうするとこう見る範囲が狭くなるので、パンチに対する反応が遅れたりとかしてしまう可能性が高くなってきます。で後ろにいればこう視野が広くなるので多彩なパンチに、対応しやすくなると。で、まあ、ボクサーの場合はこう少し顎を引いた状態になるので、このままの姿勢から顔を上げると少し顔が前に出やすいという傾向はあるはずなので、その辺はまあ顔が前に出てはいますが、出すぎずちょうどいいバランスかなと思います。測定結果を見ても、姿勢の分析をしてみてからもそうですが、すごく左右のバランスもよく前後のバランスもいい選手なので、まあ、自在に動きやすい体ということで、試合内容や試合結果も今かなりパーフェクトな評価を得るような選手ですが、ボディバランスから見てもかなりいい、パーフェクトに近い選手というところで、今のところ、つけ入る隙がないに近い選手だと思います。ということで、あまり、分析的にはあまり面白くない、内容でしたが、また、次考えているのは次対戦相手のドネアで、あと日本人選手でパッと最近有名なところでいくと川村太良太とか、そういったところを次回はやっていこうかなと思います。と今日は一番最初だったのでちょっと説明の仕方が悪い部分もありましたが、またよかったらチャンネル登録して次回も見てください。それではさよなら。